この際、一言ご挨拶を申し上げます。ただいま、委員各位の御推挙によりまして、本特別委員会の委員長の重責を担うことになりました橋本学でございます。昨今、テレワークの社会的浸透など、最新の情報通信技術を活用した地方への移住や、地域活性化に対する関心が高まっております。人口減少、超高齢社会を迎えつつある我が国は、これまでの地方創生施策に加え、 新たにデジタルの実装を進め地方の豊かさをそのままに利便性と魅力を備えた新たな地域づくりに取り組むことが求められておりますこのような状況の下本委員会に課せられた使命は重大であります委員各位のご指導とご協力を賜ります公正かつ円満な委員会運営に努めてまいりたいと存じますので何卒よろしくお願い申し上げます これより理事の御選を行います委員長湯原俊二君同を提出いたします理事の委員数は8名とし、委員長において指名されることを望みます。ただいまの湯原俊二君の同議にご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって委員長は理事に、今枝総一郎君、坂本哲史君、田中秀幸君、 谷川八一君坂本雄之介君湯原俊二君中塚博史君中川博正君以上八名の方々を指名いたします次回は候補を持ってお知らせすることとし本日はこれにて散会いたします